ソシ君、弾幕ってどういう気持ちで作った？まあ選手にとってなんか後押しになったらいい。弾幕に大きい込めた思いは、とにかくブレずに来た優勝を目指すのを貫いてほしい。それだけです。本当苦しい中、サポーターもいい週末過ごしてないじゃん。これが北九州のサッカーだっていうのをこちらもちゃんと何とか押せるようにこの弾幕と人の応援ができるやっていきたいです。ようやく、まあ、1勝しかしてないでもやもやしとった時期が続いたけど、栃木戦であと2勝目手にして、まあ、それを踏まえて弾幕を提出したし、まあ、その弾幕に込めた思いとか勝ったとはいえホームでやっぱ勝ってないのが一番でかくて、まずホームでやっぱ勝ちてえよな、そこが一番でかいかな。で選手を突き放すわけでもなく、この微妙なところなんか結構激しめに行きたいなって言っても、なんかその激しめに変わる難しいけど、ちょっと強めに両客になるのかな。YouTube.